今日は2022年10月17日、ただいま浜松駅をですね、こだま702号が入ってまいりました。これから小田原までね、グリーン車を使って、行ってみたいと思います。今日はぶらり旅です。今日私も含めてね、7人のメンバーで参ります。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ということで、私はここの席でございます。ご乗車ありがとうございます。8時25分発各駅に停まります。児玉702号は東京駅です。自由席は後ろより1号車から6号車までと、前よりは13号車から16号車までです。ただいま東海道線の、鈍行列車に乗っておりますが、ただいまごめんよ勝手に取っちゃって俺こっちでいいよ。というわけでですね、次は藤沢ということでございまして、そこから江ノ電に乗り換えて、鎌倉方面に向かいたいと思います。ぶらり旅って昼から空いてる店をこう散策して、そう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 、ふわっと入って、っていうあれだから、まあ、月曜日だしね、土日だから分からんけど。でも私今から絶対我慢するよ。もう絶対、もうもうのもう飲んじゃかん、食っちゃかん。そう私そういう自制はできるからね、川村さんと違ってこれ私の江ノ島じゃないや、富士山に住んでる友達で、朝いつも日の出前っつって、そんな早起きなの？そう、ランニングして、まあだけど今日の出も遅いからね、6時とかだね、朝いつもじゃじゃーって、昨日私も起きたら、すごい、ね、6時過ぎたらもう海の日の出いいよね、ザザーザザーっていう、なんか今日赤電乗ってる時に日の出だったもん、ちょうど。そんな早く？だって早く着きましたよ、ね、なんでさこんな早く起きて、でカメラを向けると喋らんくなる男素人だから緊張して喋れなくなる。なんでこんな緊張して喋れなくなる。あんたに言わせりゃ底辺 YouTuber なんですけどね。まあいいか、再生回数 5,6 回だからいいか、まあ関係ないか。仲間うちしか見ないからぶらり旅って入れると何言おうと思ったか忘れたんで。まあいいよ。じゃあ車窓を撮ってます。何言おうと思ったんだけど。カメラ向けられたらマジで忘れた。撮ってます。パッと頭が真っ白になって。そう。なんか聞こうと思ったのに忘れた。何言おうと思ったんだ。多分 YouTube 関係でしょ。いや違う。違うんだ。YouTube のことなんだ。YouTube のことなんだ。旅行の話なんだ。ああなるほど。まあそのうち思い出すな。まあいいや。さあ、次だね。はい。降りる。23分だから到着だったっけ。じゃあもうすぐ。ここからもう海近い。もうすぐそこ海で。まだあんだけど。浜松行ったら中田島ぐらいある。ああ、そのぐらい。うん、そうそうそう。3キロ、4キロあるね。うん。社内放送聞いてりゃ降りてるけどな、あの週だもんな、多分。何放送？うん？切符持ってる？川村さん。うん。切符。切符。
はい、間もなく藤沢駅に到着ということで、今小田急のね線路がオーバークロスしました。はい、江ノ電のフリー切符を買います。あ、じゃあそこで買うのね。うん。はーい。1枚800円だった。江ノ電ってどのぐらいの間隔で出てたら。12分おき。あ、じゃあ明かりついてる。そう。確かに。うん、あれが江ノ電？あっち。あ、あっち。江ノ電じゃない。どっちを指してるよ。言ってたん、その混んでる天王の線だって。違うよ。言うなら混んでる赤電だでいいんだけど。混んでる。はいはい、どうぞ。忘れ物ない。忘れ物。改札出てくださいね。はい。はい、すみません。はい、藤沢に到着しました。次は江ノ電の、動画となります。さあ、とりあえず、鎌倉高校前江ノ電で、到着しました。これからですね、例のはいはいはい、あ、これあれなんだ、無人駅。あ、何にもやらんでいいや、いいんじゃない、何にもしなくて大丈夫です。あ、電車だけ取っとこう。行ってしまいました。そうなの。ああ、やっぱりポツポツ来てるじゃん。悲惨じゃねえか。ライオンズマンションだね。確かに。で、あの洗濯物がね、しょっぱくなりそう。あ、青いやつだ。レトロ電車。有名な鎌倉高校の、近くの踏切までやってまいりました。どうか、もうちょっと上。あ、じゃあ花道くんとこが通勤してた、通学してたとこってこと？誰が？あの主人公の花道くん。花道くんなのかどうか知らんで、俺スラムダンクって呼んでねえもんでさ。みんな漫画知らないの？俺、そう、んなもんでさ。変な人入り込んでる。興味がないで。多分ね、だけどね、あっちサイドからこっちだと思うね。多分ね、そっちサイドは みんなそっち側から撮ってるもんで、あの構図はそっちから撮ってあのが正解だと思われます。半分ならこっすーと手が取った。聖地です。知らんけど。何の聖地か知らんけど。聞いてみないじゃん、先生。そうそう、先生に聞いてやる。そう、何の聖地よって思うね、本当に。なんで大阪のおばちゃんになってるよって。鎌倉駅の踏切は何の聖地ですか？お、Google 先生に聞いたね。エラーが発生してました。なんだよ。鎌倉駅の踏切は何の聖地？すごいな、バンバン写真撮ってる。やっぱスラムダンクじゃん、合ってるじゃねえか。俺違うなんて言ってないじゃん。俺適当にあの本当にあの記憶の片隅の残ってたことを言ったら当たったじゃねえか。すごいクイズ王だな俺。スラムダンクなんて1ページも読んだことない。俺もそう、1ページも読んだことない。いや、雨強くなってきたね。ほい、葉っぱと傘の出番でいい。あっち側に一応渡った方がいいんじゃない？んだけど、多分。なんで？あっち側が構図だと思うよ、多分で。あの、それも恥ずかしいな。うん、まあいいけど、もうこんなって感じで。渡りまーす。多分この構図がスラムダンクだと思われまーす。よくわからんね。はい、そういうわけで鎌倉高校前の、腰越の踏切ですかね、の前から、お送りしました。次は、鎌倉大仏か長谷寺かになると思います。
はい、長谷寺の本堂にやってまいりました。もう運動不足が川村さん顔に出てますよ咳をしてますよ。これあれだ、 本堂でしょ。これ十一面観世音菩薩って書いてあるんですけどね、はい、これなんで頭が良くなるようなやつ。ああそうか、一応俺いつまでたっても頭良くなりたいだよ本当にあ、本当これ50円なんですか。これあの100円玉入れて50円返ってくりゃ入れてやってもよかったのに。大腸ポリープの取った結果があさって出てくる。マジか。大腸のところ。あ、俺肺のあの再建になったじゃん。再建。はい、肺のところに。肺のところに。そう、入れとかんでか。これカメラ大丈夫だったか。カメラダメでした。ここまでにしまーす。ドン長谷観音。はい、ご存知鎌倉の大仏に来ました。あ、どうしてもじっちゃんが映っちゃうな、顔出し禁止になってるのに。いいよ顔出し禁止になってるのに恥ずかしいだけだよ。あ、そうなんだ、うん、全然撮っていいよ。 ありがとうね、はい、よく、あ、なんか小学校の教科書とかで見たような覚えがあるな、この構図そう、うん、確かに。マジでか。報告鎌倉大仏ってなってるのかな。なるほど。あれ、子供らが記念撮影してる。ミカの幼いぐらいでも大きいです、うんうんうん、何メーターぐらいあるんだいね、これで高さ。でもこっちで撮ってるよ。あ、撮ってる撮ってる、うん、はい、じゃあ福ちゃんが撮ってるところを動画に押さえる。いきますよ、せーの。あ、いいねあ、見てよ。はい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 、鎌倉、ここ長谷ですかね、小花寿司、こちらの方にね入りたいと思います。昨日結構効率的に回りましたね。うん、というか修学旅行だな、あれ。チラシとミリ、どちらにしましょう。チラ、チラシの人が2つだもんね。波のチラシ2つと、上握りを。上チラシ。ミリが5。はい。それでお願いします。ミリがだけ波でいいよ。上チラシが2つと、上握りが5。はい。俺だ、食ってないの卵焼き。それはた、え、俺だ、俺のだな、食べてるもん。絶対食べてるもう。絶対な、中身もう出てるでしょ、だって。みんな来た、みんな来た。うん、うまいっすか。うまいっす。イカの酢味噌和え、うまい。これです。うまい。マジか。じゃあ食べてみよう。何、ね、あ、こっちがご飯、手前がご飯で、奥側がお刺身系です。すごいじゃん、豪華で。へえ、チラシも良かったね。小花って書いてあります、裏側にね、蓋のね。はい、もういい、うん、もういい、もういいです。はい、で私の方、あ、ちょっと入れて、ありがとうね。この向きだ、この向き、うわ、どの向き、この向き正解、やった、出てきました。注意したね、注意したね。あ、OK、はい、すいませんでした。江ノ電で由比ヶ浜から、越越まで来ました。ちょっとね、ここからね、江ノ電が、路面電車になる区間ということで、ちょっと降りてみました。行ってみましょう。うん、車が来ないからいいじゃん、これで。ないよね。そう。これ、そっちを取ると車が止まってる。あ、だけど車が来ちゃうかんで。これ江ノ電って私たち乗ってきたよ。そうだよ。路面電車だもんで撮ってるじゃん今。そう。さっき路面。それここなんだ。そう、路面の区間を走ってたのよ。はい、有名な江ノ島の扇屋さんの方に来ております。電車もなかがあるんですよね。はい。
一生懸命皆さん選んでおります。一個売りできるだよね。うん、これと10個のあんの種類が違うんだ。あ、そうなんだ。あ、マスクしなかった。まあいい感じ、ちょうど。はい、江ノ島駅から、越越までのね路面区間のパート2でございました。ありがとうございました。来ました。ここなんていうお店でしたっけ。はい、お店の名前って何ですか。ディーボ。あ、ディーボさんですね。はい、はい、ありがとうございます。今これで撮れば、今撮ってるもん。ディーボさんです。芋も入ってます。これなんだっけ。ビールも美味しいです。はい、ショコラだね。なんとかショコラ。アイス、なんとかアイス。なんとかいろいろ混じってます。で、なんとかチーズケーキ。うん、です。以上。出る。ああ、これがバゲットっていうやつです。ありがとうございます。はい、もういいです。食べて大丈夫です。はい、いいです。もう。もう取れてるんで大丈夫。もう、あ、いいね、ジューって言ってる。あ、うまそう。本当にうまいかどうかは分かりませんけどね。っていうふり。来ました、あいつ。はい、いいよ、もう行っちゃって、行っちゃって大丈夫です。はい、さっきみんなうまいうまいって言ってたから。本当うまかった。うまかったね、本当に。うまかった。そう、なんでゴミさん食べないのかなと思ったもん。これね、いろいろ混じってるよ、これ。そう、あのドライフルーツがね。これ食べた？ミント食べた。あ、じゃあ食べたいだな。いや。はい、じゃあ次が何か来ます。なんか、あ、ショコラ来るから。フォンダンショコラと、あの、どんどん食べてください。はい、フォンダンショコラって言った。うん、はい、ちょっとうまそうだな、この。フォンダンショコラうまいよね、これ。ミント食ってよ、ミント。ミントは大丈夫ですよ。したやつ。あとなんかこれわからんよ。これ何よ、これ。これがね、うん、あの角杯と合うのよ。あ、これあるなら。はい、ワイン酒場201ディボに寄りました。あとはこれから、グリーン車で帰ります。新幹線この先、名古屋からは終点まで各駅に停車いたします。光の55号新大阪駅は19時31分に降りますと同じ6番線から発車いたします。これはないわ。続きまして在来線です。東海道線下り豊橋行きは19時28分に3番線から発車いたします。降りお客様、忘れ物をなさいませんようご注意ください。次の浜松駅では4分ほど停車いたします。19時23分の発車までしばらくお待ちください。ご乗車ありがとうございました。浜松です。 We are stopping at 浜松 station. The doors of the rest end will open. Please remember not to bring up your belongings. We will stop for about 4 minutes 浜松 station. 少しでも座っていたいと思うじゃんね。どう考えても待ってから動いても動いてもいいぐらい。4分の止まるもんだって。そう。トイレ行きたいのかな、鍋さん。わかりません。今からトイレ寄ってちゃいかんだんだけど。これだけ走ってて。そう。今あの降りておしっこの方がいいと思うよ。だね。今トイレ行ったら走っちゃう。そうよ、ちょっとさ。あ、よいしょ。うわ、はい、聞いてください。うん、大丈夫ですよ。はい、じゃあ、川村さんも先に行かすか。よし、OK。 というわけで、今回のぶらり旅は、鎌倉に、参りました。川村さんの頭が映っておりますか。
これで締めていいんでしょうか。はい、浜松駅に到着しました。この動画はね、これで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。